大空ゆりねボイスブログへようこそ。今日は眠れぬ夜というタイトルでお届けします。皆さん眠れない夜はどうしていますか？考え事がいっぱいで心配事がいっぱいで眠れない、そんな時には起きてノートに書き出してみるのも効果的です。そして書き出したものをじっと見つめてみたり、声に出して読んでみたり、そうするとこの思考や心配事というのは自分のものではありませんから、出ては消えていく青空に浮かぶ雲のようなものだと見切ることができます。やってみてくださいね。お聞きいただきありがとうございます。この金魚ちゃん、実は目を開けて寝ているところです。エイリーでした。